ゆっくりちゃんさ、はい、これ知ってる？え、ダンボールですか？そう。え、UBS って書いてあるんですけど。そう。え、これ手作りですか？村さんのうまいっしょ。はい、頑張って作ったんだけどさ、はい、え、一応ね、卓球練習用のラケットなんですよ。はい、球出し。はい、ゆっくりいつもさ、コーチしてんじゃん。はい、卓球やるっしょ。はい、その時に使えるかどうか。あ、これがですか？そう。どうなんだ。コーチ目線で、はい、出してもらって、はい、レビューしてほしい。あ、わかりました。うん、でやってみて。はい、お願いします。お願いします。どう、弾みどう？え、普通に硬いですね。あの、本当になんか思ったよりじゃない？はい、なんか軽いし、中が結構空洞感あるんで、うん、弾まないのかなと思ったんですけど、まず普通に全然硬さはありますね。そう、あの、裏側でコンコンすると分かる、硬いのが。ああ、確かに、ヒメラと変わらないです。そう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 。これでグーちゃん普段コーチとして使えるかどうかっすよ。はい、分かりました。さ、何で球出してんの？あ、自分のラケットで。まあ、それと比べたら絶対弾まないと思うんだけど。そうですね。何が出しやすい、何が出しにくいとかあった？まず、早い、あの、例えばフットワークとかの練習の時の早い球出しに関しては、うん、まあ、軽いので、うん、やりやすい、うんうんうん、でまあ、そこまで別に弾みも気にならないんですけど、うん、例えば、まあ、レベル層によると思うんですけど、うん、あの、まあ、その速いドライブとかを加減返してもらうとか、うん、カットまで左右にすごい振るとか、うんうんうん、ちょっと自分が強く持っていくときにちょっと物足りなさはあるんですけど、まあでも普通に使えますね。使える。使えます。下回転も普通に出せるでしょ？出せます、出せます、うん、普通に、うん、下回転も普通に出しやすいので、え、全然使えます。いけそう。はい、何ですかこれは。いや、マジの玉出し用。玉出し用ラケットですか？うん、玉出し用のために開発した、はい、ピンポンパビリオさんが、はい、ラケットです。え、それ3000円で売ってます。あ、売ってるんですか？はい、オリジナルラケットです。へぇ、で、その裏に刻印もしてくれる。え、全然いいと思います。 100g しかないですよ。あー、ラバ貼らないでしょ。ですか？そう、あ、貼って貼ってるんですか？片面貼って 100g。 めっちゃ軽い。玉出しに特化したってことがいいですね。玉出しの中でもまあまあ使えるんじゃないかなっていうのが僕の感想なんですよね。まあ茶色とか、うんうん、あの固めの例えばハーロとか、うん、貼っちゃえば普通にボールの威力も出ると思うんで、うんうんうん、全然使いようによっては思いラバ貼ってもいけるってことか。はい、なるほどね。じゃあプロコーチの目から見ても全然玉出しを全然使えます。いける。はい、使いたいですね。おう、なるほどね。はい、じゃあ栗山ちょっと見せてもらって。スタンデンですか？はい。ということで皆さん、あの、ちゃんとうちで働いてコーチもやってみたら全然使えるという、このトマシのラケット、ぜひ皆さんも概要欄に URL から確認して、興味がある方は見てもらえるといいかなと思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。